回のゲストは川田宗一郎さんです。はい、どうも拍手。川田さん今おいくつになられたの？今年4月になると84になります。84ですか、はい、じゃあちょうどうちのおふくろと同じ年です。あ、そうですか。じゃあ質問、はい、社会で働いている人たちが思考力を鍛えるためには何かそのいい方法というか持ってらっしゃる考えみたいなのってあったりしますか？まずね、あの若い人たちに、まあ、皆さん今一体何したいんだろうと自分のしたいことをまず考えて探してほしいです。で、下手をすると大企業が入ると何がしたいのか考えないうちに何となくこの会社にうまくいった方がいいんじゃないかと、何がしたいのかってことじゃなくてうまくいった方がいいんじゃないかというふうになってくるね。やっぱりね、生きるって一回しかないんだから、したいことをやるようにできた方がいいと思うね。まあ、今選択がありすぎるせいか、本当何をしたいかって聞いてもなかなか答えられない方が多いっていうのはあるんですよ。でも佐野さんは若い頃からもうでもやりたかったですか、このことが？最初はね、作家になりたかった。石原慎太郎の太陽を立ち読みして、これダメだと思った。あ、勝てないと思った。うん、ちょっと大池田文はアウトにしよった、はい、これ読んで、この二ってね、これダメだ、挫折です。あ、若い頃大池田文を読みましたね。じゃその辺の中で、じゃやりたいことは変わってきたんですね、やり。そうね、途中でなんとなくちょっと話し合いになってきましたね。嬉しい。高原さんは若い頃から偉い方に言われてると思うんですけど、最初は多分偉い方と会えなかったと思うんですけど、どうしてその劇団の政治家とかいろんな強い方とかに会えたの？だってそういうこと言ううちあげたんで、政治家の家へ行って帰るの待ってりゃいいじゃん。毎日毎日待ってればそのうちに政治家ね会ってくる。実はね、テレビ東京が開局するときに開局記念番組を作ろうって話を分かった人まだね。当時テレビ東京は科学技術中心の局だった。で、僕は開局記念番組に SF ドラマを作ろうと。で、当時日本で一番ノーベル賞に近いと言われた安倍公房に書いてもらうと。テレビ東京の誰も安倍公房は書きっこないと、 OK するわけないと。だからもし安倍公房が書いてくれたら OK だったらいいと。それで僕は安倍公房に書いてほしい、剣も心に断れ。それで翌日から朝8時から京王線の安倍公房の宇宙前に行って夜まで前に立った。それを少なくとも10日続く。なんと6日目に安倍公房出てきて、まあ入れよ。それで僕はコンピューターで作るドラマみたいにやったとか、なんと安倍公房が書くと OK じゃないですか。でも解決できない。ジャーナリストとしても結局やっぱ人と人じゃないですか。当たり前に政治家の方と話しても、タワさんこれはね喋るけどオフレコだよとかね、これを書かないでねということに関してはタワさん守る。いやな、守ることも守る。そうなんですか。僕はそこは、僕は、今に至るまで実行していることは、その人を批判するときは目の前でやる。いないところで批判は絶対しない。陰口は叩かない。テレビでもこの政治家の批判をその人いる前でしかしない。例外はある。それは総理大臣。総理大臣以外の人間の批判を勝手に書いたりはしない。それは文章でもですか？文章でも。だから文章で書くときは事前に会ってちゃんと批判して、その時書いて。だから僕はそれをずっと実行してるから。どういうわけか、自民党、公明党、立憲民主、それから民進、共産。なぜかトップは全部僕を信用してくれる。やってるから信用してくれる。初めはもうとりあえず前で。まずだから行くわけだ。夜行って、朝行って、待ってる。空気を読んで意見を言えないっていう日本人の性質とかを抜本的に解決する方法とかって何か思い当たる？難しいね。そういう人はいないからね。つまり政治家で。で、もちろん僕は言ってますよ。ダメだと。でも田中さん言うことわかるけど、それやるとね、選挙で負けるんですよ。その中でじゃあマスコミというかそのジャーナリストがやれることというか、でも田中さんとしても今日本このままじゃまずいよと思ってるじゃないですか。でも政治家じゃないですし、ね、実行者じゃないわけだから、その中でじゃあ何がやれるんですか？いや、だから番組でやる。でもやっぱりそれっていうのは、例えばこれはテレビで出演もらっちゃ困りますとかっていう NG があるわけです。でもない、全くない。いや、それ田中さんだけないんじゃないですか。他の人あるじゃないですか。勝手に会うと思ってるんだと。いや、新聞社や、ね、テレビ局の上の方が勝手にやめようという判断はすると。でもやっぱり局の上が言えば現場はやっぱりやらざるを得ない。僕は反対してやりなのを聞きませんよ。例えば、舞台例としては朝前の生テレビっていうのはね、そして31年目朝前の生テレビを始めて2年目に昭和天皇が病気になって入院ひどくなった。世の中は自粛というものだった。で、僕はその時のテレビ朝日編成局長に、今こそ朝前で天皇をやりたい、天皇の戦争責任までやりたい、
バカ野郎、そのことを一生懸命繰り返した。で、4週目に企画を変えた。で、天皇じゃなくて、ちょうど毎年に韓国のソウルでオリンピックがある。オリンピックと日本人ってことをやろうと。それはいいと。それぜひそれやろうと。だけど、朝前生テレビは生番組だと。始まるのは夜中の1時過ぎだと。全局寝てますよ。終わるのは5時前だと。もし差し替わってもあなたは気がつかない。責任もない。それで、オリンピックと日本人チームはね、最初3、40分はオリンピック選手でした。で、僕は本番中に、今日はこのことはやりない。天皇問題やる。で、大城成田とか、小田本とか、大阪とか、入れ替えて。で、入れ替えたんですか、人。入れ替えた。で、それで、やった。そしたらね、超強かった。で、編成局とね、謝りに行った。申し訳ない。そしたら編成局は、父さん、おむしろかった。まあ、田原さんそういう言い方してたら危険なこともあったんじゃないですか、いろんなこと。起きてますよ。まあ、家族とかそれでもうちょっと一変してくれとか、そんな話は何なんですか。言わない。はい。なんか言いたことなかった。迷惑かけなければ、あ、いいかなっていう家族の件も考えてるとか思わなかった。まあ、いいかなみたいな。いやいや、多分苦労かけてますよ。今仕事のことはできますよ。プライベートの時は家族でいろいろゆっくり。プライベートないもん。いや、僕は趣味全くないんですよ。人とは趣味で、それ仕事なんて。だから持っていれば、寝てる以外全部仕事やってます。なんかたまにこうギャンブル飲むとか。ない、全く。お酒も飲まない。酒飲まない、タバコ吸わない、ギャンブルやらない。家族とは、じゃあ旦那はちょっと話してちょっと話してみて。一方的に。あ、一方的にね。まあ確かに今日 もう一方的に喋ってますよね。僕こう対談しようと思ったらもう全然話聞いてないところもありますよ。ダメ出ししようと思ってます。ちょっと忠告しておいていただいて、ちょっと話がこう噛み合わないんですよ。何でもしよう。いやいや、もう全然聞いてないじゃないですか、その話は。はい、花がありました。はい。原さんは自分のことを幸運だとは思いますか。幸運だと思ってます。とってもラッキーです。だから、この年で朝晩飲むときやってますね。いいんじゃないかと。体に良くないんじゃないかと。医者言います。僕は良くなくたっていいんじゃないかと思って。今の希望の死に方は、朝晩飲むときの最中に、ここが静かになった。良くない死んでいた。そういう損失でした。まあ、いいですね。なんか明日のジョーみたいな。真っ白になってる。じゃあ、放送中にちょっと死んだら拍手します。その放送は見逃さないように、じゃあ花間にときますよ。神山さんになんか田原さんが期待することというか、神山さん好きなことやってないんですよ。なんか苦言ありますよ、僕に対して。でも今顔見てるとね、いい顔してるから。無理してないじゃん。まあ楽にやってますからね。わかりました。僕も仕事中に死にます。じゃあお互い死にましょう、職場ということで。はい、今回は本当ありがとうございます。最後にちょっと、ちょっとこんなポーズやってもらえます。何チャンネル登録よろしくってやったんですけど。よろしく。